貸主の皆さんこんばんは。気高き債務者相席スタートの山添寛です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919。毎週火曜日は私、相席スタートの山添が、こちら東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。私、山添寛、6月11日を迎えまして、38歳になりました。いやー、ほんとに、いやいや、このラジオ番組でですね、迎える2度目のバースデーでございます。早いもんでね、ほんとに。去年の誕生日はですね、プレゼントに同じこの桜橋グループでね、木曜日を担当する四千頭身の鈴木がね、7万円もするね、メガネをね、くれて、メガネハラスメントと言ってからの1年経ったんですけども、鈴木へのお返しがね、僕2回ぐらいあれから誘ったんですよ。もう鈴木の、お返しはせなあかんちゅうことでね。それが誘った曜日がね、毎回木曜日やってね、断られてね、会えずじまいなんですよ、本当に。お返しせなあかんって思ってるんですけどね、メガネつけてます。つけてますよ、うん。なんか一回続きのメガネ変って言われてからね、つけなくなったんですけど、うん。だからやっぱ値段じゃないですね、メガネは。お気持ちをね、しっかりいただいて。最近はこっちのメガネになってるんですけど、なんかおしゃれ感が強すぎるから、あのメガネはね。だからなんかね、なんかこうノーマルな方で最近はずっとこのメガネをかけてるんですけれども、そんなことよりも38歳の意気込みを言わざるを得ないわけなんですよ。ちなみに37歳の時は健康でどんな仕事にも飛び込みたいという、ボケゼロの回答をしてたそうです。その数ヶ月後にウォータースライダーに飛び込まんかったらしいです。よくないですね、すぐに約束を破るような真似して。38歳はね、もう本当に着々とアラフォー、しっかりとしたアラフォーですから、もう本当ね、約束をきっちり守るとか、そういうもう当たり前のことは当たり前にできないといけない年齢、もう信用されないですから、38歳はですね、もう本当にめいっ子が笑える芸人になりたい。うん。お子さんが笑える芸風になりたい。なる。うん。吉本の先輩で言いますと、佐久間一行さんみたいな、全世代が面白い。そして子供さんが見ても安心して、笑える。で、親御さんがお子さんに見せたい芸人になる、うん、そういう38歳井戸の中からじゃなくて、井戸自体がお化けです。あんな全人類が笑えるネタないでしょね。なんじゃこれ。あ、すいません、汚い言葉使って。いつもね、このミクチャスタジオの中にはですね、ミックマというミクチャのキャラクターがいましてね、で、ずっと丸1年間田中さんという女性、スタッフさん、ディレクターさんがこの番組をね、盛り上げてくれてらっしゃって、その田中さんがね、その番組を盛り上げる以外にも、このミックマを何て言うんですかね、装飾して、その週、その週の、僕の、言ったら、なんていうんですかね、こう、仕事っぷりに合わせたミックマのカスタムをしてくれたわけなんですよ。だから、番組で俺が、なんか、ヒゲつけて出演するやつがあった次の回には、ミックマにもヒゲをつけて、僕仕様にしてくれたりっていうのを、毎週ね、火曜日、やってくれてて。で、この間ね、4月で卒業されて、別の方の仕事に担当されるってなって、ありがとうございましたって言って革ジャン本村くんに変わったんですよ。で、革ジャン本村くんは皆さん本当にしこる回数が多いだけの人間なんで、こんなね、田中さんのようにこのミックマのカスタムに目が行くほど細やかさないんですよ。ただただパーソナリティが頼むとサイン競馬で説明多いことばっかやってんな、この番組。サイン競馬、競馬当てるために、もうざっくり言うと競馬を
このレース俺が当てたいから、そのための願掛けで、たくさんしこって応援してくれって言ったら、どのリスナーよりもしこってきたのが、革ジャン本村くんなんですよ。で、本村くんに代わってからは、このミック、馬のね、こうカスタムは、こう、もちろんなくなって、本村くんらしさの番組になってきているんですけども、今日は、珍しくこのミック馬がね、まるで田中さんがいる時かのような装飾でミックマが誕生日プレゼントを持ってくれててね、そういう風に作られていて、でハッピーバースデーのねサングラスもつけているという感じになってるんですよ。で中にプレゼントまで入ってますわ。これうわすごい、山添2期誕生日おめでとうございましたって、セブンスターの7ミリね、こうやってでキャメルって言ってね、なんていうんですか、このちゃんとなんかブランドを見えへんようにも一応してるような配慮ですかね、これは。で手作りキャメルのねこう絵も書いてあって、でこうやってこうプレゼントをこう開けれるようにまでしてくれってね。でもう一個入ってる、セブンスター7ミリ、だから2回目のこの番組での誕生日やから、セブンスター7ミリが前回1箱やったのがセブンスター7ミリ2箱と、電子タバコ僕がねこう二刀流吸ってるんで、そっちの方のキャメルも入れてくれている。これもう紛れもなく田中さんが準備してくれたって分かる、そういう作りになってます。で田中さんいんのって本来このね本番中になって、どういうことどういうことって多分なるはずやったんでしょう。これ作ってる田中さんがいる楽屋に俺たまたま入ってもうて、さっき何してんすかとか言ってやだーとか言われてもうサプライズできたんですよとか言ってあーみたいな、うわなんか俺の作ってるっぽいなーとか言いながら出たんですけどっていうのがありました。だから今日はね田中さんもそしてなやさんも来てくれてはって、もう全員総出でもうね見届けてくれてはりますわ。なのでね、なんかこう嬉しい38歳一発目の放送なんですけれども、今日はね6月13日で、Kさんの誕生日でもあるんですよ。そうなんです、今日はもうまさにKさんの誕生日の日だから、昨日が言ったら真ん中バースデーみたいなことになるんですかね、カップルやったらね僕はそれKさんから教えてもらったんで真ん中バースデーっていうのがあるんですって、なんか誕生日と誕生日の間ね、うん、そのあるらしいです。で今日6月13日は K さんの誕生日、もちろん近いんで覚えてるんですけども、女性のプレゼントって難しいですね、ほんまに。僕ね今はもうないんですけど、まあもちろんね旦那さんとお付き合いからの結婚されてからはないんですけどね、男女コンビ組んでからはプレゼント交換みたいなのがあったんですよ、お互いの誕生日の日に。まずその6月11日が僕の誕生日やから、そのコンビ組んですぐにね K さんが誕生日プレゼントくれはったんですよ。なんかひげ剃りを入れるポーチみたいな、でありがとうございますって言って、お返しいいからねって言って、ありがとうございますって言って、で僕お返しをあげなかったんですよ。そしたら丸1年怒られてね、信じられへんと、こんな男が いると私は知らんかったと、ことあるごとにこう舞台上でね、見たことない、男性に私は出会いましたっていうエピソードトークでこの話をされて1年間コンコンと怒られて、でいやいらんって言いましたやんって、僕としてはほんまにKさんがいらんって言うから、プレゼントいらん人もいると俺は思ったんでねそのお返ししてなあかんとか、またあげなあかんとか、これが行事になるとかっていうプレッシャーが嫌で、お返しいらんからねって本当に思ってるって思ったから、意見を尊重してあげなかったんですよ。それがあかんかったと建前だと、建前やって直接本人から言われるのも珍しい話だと思うんですけど、あじゃあもうこれあげなあかんわってなって、また次の年の俺の誕生日、スーツ入れのカバンみたいなくれはったんですよ、ケイさんが。もう僕がねボロボロのスーツを仕立ててもらったお店でもらえるスーツケース
と言わないですよ。あのカバーあるじゃないですか。あれをスーツケース代わりに使ってたんで、それを多分 K さんが、あ、これええやんっていうのを多分ね、こうピーンと着て貼って、スーツをしっかり入れるカバンを僕にプレゼントしてくださって、ありがとうございますって言って、お返しいいからね。また来たんですよ。去年同様の問いがね。うん。はい、はいと。建前ですやんと。うん、僕はもう1年間勉強してますから。いやいやいや、ありがとうございます、でも。みたいなこと言って、で2日後の K さんの誕生日の日があって、でもその日に僕あげずに、そのすぐ近くにあのトークライブがあったんで、あ、こいつ誕生日くれへんかったなって一瞬 K さんに思わせときながら、誕生日の日に2つお渡ししたんですよ。それはもうほんまに、なんてことないんですよ。そのトークライブの途中に、まあ、盛り上げも兼ねてですけど、まあ、去年あの渡せてなかった分も合わせてで2個、1個はコンドーム、1個はなんかめっちゃ装飾したあのその時 K さんが使ってた iPhone ケースを僕なりにあのデザインしてもらって、その時ザ・マンザイにかけてたから、ザ・マンザイあのファイトみたいな装飾つけたケースを2つねあげて、本当にいらねえとか言われて舞台上でね、まあまあなんとか盛り上がって、で、ありがとうございましたって言ってトークライブ終わったら、 K さんイライラしてるんですよ。えってなって、いや K さんどうでしたみたいな。一応僕なりに考えて、去年もお渡しできてないんで一応2つね、まあ1個はちょっと冗談めいたものですけどみたいなこと言ったら、あのさ、あのプレゼントをさ、コンテンツにするなよすごいでしょ。プレゼントは心を渡すもんだと。だから盛り上げ要素なんていらんねんと。何ライブの一個の素材にしてんねんと。私はあんたに必要なものをと考えて渡してんねんから、なんかそのライブが盛り上がる線香みたいな気持ちいらんねんと。コンテンツするなって言われて、あ、すいませんってなってあとシンプルにプレゼントほんまにいらん、これいらん、これとこれほんまにいらんもんばっかりって言われてヒッヒッヒみたいなこと言って、でまたその年もね、1年間こいつはプレゼントをコンテンツにする男ですとね、コンコンって言われてね、うん、1年間怒られて、で次の年が K さんはね、まあ6月なんで僕の誕生日がね、なんかその半袖シャツみたいなのくれはったんですよ。そうそうそう、でちょっといいシャツみたいなくれはって、ありがとうございますって言ってで、サイズがちょっとワンサイズちっちゃかったっていうのはここだけの話なんですけどそんなミスを K さんするはずないんでね、うん、僕に渡すまでの間になんか湿気かなんかで多分ワンサイズちっちゃなったんでしょう、うん、ありがとうございますってなってね、いただいて、もう失敗はでけへんと、うん、でもやっぱり僕はもうコンテンツにもしない、うん、で心を渡す、うんね、あとは、この手前2年間の間で K さんが共通して言ってた事故、このプレゼントを考えてくれてたんだなっていう時間がプレゼントだと、あ、いろいろ考えた挙句このプレゼントにしてくれたんだっていう時間こそがプレゼントなんだっていうのがあったから、だからこそコンテンツなんかはね、なんかこうライブメインになってる感じがあるから良くないっていうのも、なるほどっていうのがあって、3年目のプレゼントはちょうどちょっと手前に K さんが引っ越ししはったんですよ、うん、だからあ、引っ越し祝い的なのも兼ねて新居に必要なものがいいなってなったんですよ。かといって邪魔にならないもの、あって困らないもの、うん、で自分で買ってもいいけどもらったぐらいがちょうどいいな的なもの、いろいろ考えて観葉植物ええなって思ったんですよ。もう本当に何でも合いそうな普通にこういい観葉植物をあげようと思って、で、まあ、直接お渡しするのもね、その持ち運びも面倒やからっていうことで、マネージャーだけが新居の住所を知っているから、マネージャーにこっそり聞いて、で僕が買ったお店からね、観葉植物をこの家に届けてくださいっていうので、宛名なしでね
これサプライズ送ったんですよ。なまあ K さん の, あの誕生日の日に届くように設定してね、もう前々から準備も踏んでね。なら K さんが誕生日の日にね、あの家おったらピンポーンってなって、見たことない観葉植物が届いたと。宛名不在ですと。怖なったと。何ですかこれって。いえいえ、あのこの家宛てになっていますと。知りませんと K さん怖いですと。ちょっとだけ中見ていいですかと。植物怖いですと無関係ですと。絶対私のものではありませんって言って断られて帰ってきたんですほんでニトリから電話あって、俺に本当に知り合いですでしょうかっていう。むちゃくちゃ知ってます、もう一回チャンスくださいって言って、でその場に K さんいたんで、 K さんの楽屋バー行って、 K さん、あの観葉植物届きませんでしたか、僕ですって言って、あのもう一回届くんでもらってくださいって言ってもう一回届けてもらった。本当にあの決まらない3年目、何それみたいな、怖いからやめて、でもし届けんやったらその言ってみたいなことがあって、もうシンプルに喜んでもらえたことが一回もない。そして4年目突入します、4年目も K さんから何かいただきました。もうちょっと覚えてないですけどなんかもろたと思いますで僕はもう言ったらこう新年になった瞬間ぐらいから、 K さんの今年の誕生日どないしよう、まあもうアンテナ張ってたんですよ。でなんか K さんから必要なもの、欲しいものが多分どっかから出てくるはずだろうと思って、まあ、一緒に仕事をしてたんです。そしたらある番組でね、なんかこうロケしてる時に、なんかソーダストリームっていうあの炭酸作る機械が私今欲しいんですと、毎晩ハイボール飲むからみたいなこと言ってはって、そうなんですねみたいなこと言ったけども、すぐ僕携帯のメモ機能にね、K さんソーダストリームメモって、もう今年のプレゼントこれやって2月か3月ぐらいの段階でもスタンバってたんですよ。で、いざ6月13日 K さんの誕生日の日も、仕事やったんで、その前にもう買っておいて、でねこれ絶対ミスりたくない、もう会ってすぐ渡したら K さんに、もしかしたらソーダストリームって結構でかい機械なんでね、いや嬉しかったけど、これから移動もあんのにめっちゃ重たいプレゼント持ち運ばなあかんやん、そこまで気回らへんのが山添なんですよねって言われるのがもう想像ついたから、一番最後の仕事終わりに渡そうと、それまで自分で運んだらええんや、最大限の配慮しようと思って、でずっと持ち歩いて、で全部の仕事が終わって、 K さんお誕生日おめでとうございますって最後の仕事終わりに渡したんですよ。いやなんか持ってるなって思って、それやったんや、ありがとうって言って、もうここで開けていいみたいなこと、あどうぞどうぞって言った、何でかー、ガシャガシャガシャって開けて、ソーダストリームです、ケイさん欲しい言うてましたよね、あー私もう持ってる、てか私手前のトークライブでソーダストリーム買って最高みたいな話してたけど、もう早いエレベーター乗って帰ってくださいっつってお疲れしたってチーンってエレベーター閉まるとか見送って手前のトークライブで言うてたらしいです、ソーダストリームが快適だっていう話をしてたらしいです全然人の話聞いてない、ま、で撃沈して、まあその後ぐらいに K さんがもうご結婚されるみたいな話を聞いたんかな、お付き合いされてる方がいるみたいなの聞いて、なんか亡くなりましたね。うん、だからほんまにプレゼントっていうのは一回も決めたことがないですわ。遠距離恋愛のね、彼女に着払いでプレゼントしてもらったこともありますし、うん、ほんまにね、声が割れてましたよ、切れて、彼女はなんで着払いやな、バリ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 ってね、うん、
サプライズがね行き過ぎてね、うん、あとなんかあの花瓶を持ってね、その、 あの着払いの前の年はね花瓶を持ってサプライズで会いに行ってね、その彼女に、うん、でピンポーンって鳴らしたら、なんでいんのって言われて、なんで便器持ってんのって言われてたまたまこう2つに分かれたね花瓶やったんでほんまに一回もありがとうって言ってね、嬉しいってなったことないかもしれませんわ。なのでね、なかなかプレゼントをお渡しするもう機会はなくなってしまったんですけども、もうご結婚もされてお子さんも生まれてね、なったんで、うん、幸せにやってはるんで、なんかどっかの機会にね、なんかこう改めてなんか絶対男からもらったやんみたいな、もうね、もういっそのことをこう開き直って、ジェラートピケのパジャマ可愛いやつケイさんにあげて、何そのパジャマって旦那に言われて、なんか夫婦の中に亀裂走るようなプレゼントを渡すのもありですね。いや山添がくれたんだよって言って言われて、もし万が一旦那になんか言われた時に、あの、え、俺そんなプレゼントあげてへんけどみたいな嘘ついてみたいですね、うん、あとですね、今日ラジオやったんで、先週のミルクティーが飲みたくて買いに行った自販機でミルクティー買えへん自販機の話したんですけど、その自販機ミルクティーリベンジ行ってきました。本当にこの直前に自販機行って、あのね、まあ動画も撮ったんですけど、まあ言うと、たまにね飲み物がこう並んでてね、自販機の飲み物並んでて、ボタンが半分ずれてる自販機あるじゃないですか。その自販機やったんですよ。で、下段の3段あって、下段の右から4つ目がミルクティーね。で、なぜか右がブラックコーヒータリーズので、左がタリーズのカフェラテとエスプレッソみたいな並びね。で、今日もね、まあ、初心に帰って、千円札入れてね、もしかしたら長い戦いになるかもしれんと思ってね、うん、まあ新500円玉が入らんかったんで、まあ、千円札入れて下段の右から4つ目のボタン、ミルクティーのボタンを押したんですよ、うん、おそらくミルクティーのボタンであるボタンを押したんですよ、うん、そしたら左のカフェラテが出てきたんですよ、うん、ほうほうと、なるほどね、じゃあもう一回お金入れて、150円なんでね、ミルクティーが150円入れて、じゃあ次ミルクティーの右側行こうと、右から4つ目じゃなくて右から3つ目のボタン行こうとってなって、右から3つ目押そうと思ったら150円入れて、その右側のブラックコーヒーだけ160円やったんですよ。だからボタン開か、光らんかったんですよ。だからもうその時点でミルクティーではないじゃないですか。だから右ないと。ね？だから、右から5つ目、逆にカフェラテの方のボタンを押そうってなって、カフェラテは150円やったんですよ。で、カフェラテ押したんですよ。カフェラテ出てきたんですよ。うん。なるほどなと。うん。やっぱカフェラテのボタンやもんなって思って。うん。で、また150円入れたんですよ。俺はもう先週言いましたよね、諦めたくない男なんです先週意味わからんタイトルつけて喋り出したのがあったんですけど、諦めの悪い男なんで、38の俺は、三井久志以来の、うん、また150円入れて、もうミルクティーの一個上行こうと、この上下で入れ替えてる可能性あると、うん、業者さんが段間違えたっていう可能性あるなと思ったんで、上レモンスカッシュ、うん、レモンスカッシュの、パッケージとミルクティーのパッケージ全然違う、うん、間違うわけない。でも俺は可能性を信じてるからだってレモンスカッシュだって黒に泡シュワシュワみたいなパッケージ、ミルクティーはもうおしゃれ、うん、白基調にミルクティー色みたいな。ただね、レモンスカッシュ140円なんですよ。10円安い。でもまあ一旦行きました。押したんですよ。もうガシャガシャってできて、もう蓋パッと開けたらもう黒い缶なんですよ。もうレモンスカッシュなんですよ。
レモンスカッシュやんけって思ってね。もう積んだやんって思って。ただどっかにミルクティーへの通路があると、うん、なんか糸口があるはずやと思ってね、一歩引いて自販機見たんですよなぜかね、うん、だから今日ちょっとあの入り時間遅れたんですけど、グッてグッて見たんです。そしたらね、ミルクティーと同じ額のやつがもう一種類だけあって、他全部160円とか140円、ミルクティー150円、あともう一個150円のとこがあって、それが上段の麦茶やったんですよ。OK 行ったらと上段の麦茶でミルクティー出てきたら俺はもうほんまに勝ちや信じて、150円入れて麦茶ポンと押した、ドッドッドン、今までで聞いたことないぐらい重みのある音してやっぱ絶対麦茶やと思って麦茶出てきて心折れてここまで走りましたなんやねんあのジャンキー、ミルクティーくれ、まあどっかに入ってんのか。あー悔しい。またねちょっとタイミング見計らって、じゃリベンジしたいと思います。それでは行きましょう、相席スタート山添寛の桜橋919。改めましてこんばんは、相席スタートの山添寛です。桜橋919スペシャルウィークでございます。番組ではですね、この後吉本坂46が生んだ期待のボーイズグループコットンの2人が来てくれます。今回ですねコットンを呼んだ目的は2つ、私山添が生んだスマッシュワード僕を信じてくださいを、コットンの西村がですね SNS で勝手に使ってるのでそれをちょっと返してもらおうと思ってます。うん。しかしですね、SNS の間ではですね、西村が考えたものを山添が勝手に取っているという説もあって、ちょっと収集がつかなくなってしまっている。うん。ここでちょっと、はっきりさせたいなと、本人と対峙してですね、決めたいと思います。僕ができるのは、西村に改心してもらうより、語りかけることのみです。うん。なんかその強制的にね、あ、じゃあもう山添さんか発信だってことでいいですよ。っていうような解決は求めていない。うん。すみませんでした。なんか、いいワードだなって思って、みたいな、なんか、あいつの、その、奥の奥にしまい込んである扉がちょっと開いたらええなって、そう思ってます。そしてもう一つ、先週までですね、やるかわからないと言っていたあれを、今夜、本格的に行うことが決定いたしました。なんとですね、芸人の中で、所持すると幸せが訪れると噂されている、コットン・キョンが描いた絵を桜橋919の繁栄をテーマにライブペインティングでお届けします。なので、今、ラジコでしか聞いてない方はぜひミクチャの方でも、ご覧ください。このですね、キョンが描いた絵にまつわるもう噂がね、いっぱいあるんですよ。そのライブもありまして、まあまた改めてね、後ほど説明はしますけれども、その邪険に扱ったものには不幸が訪れ、大切にしたものには、幸運が訪れるという、という絵があったんで、絵を大事にしていたら、絶対この番組の繁栄につながるというわけで、今回このライブペインティングということになりました。打ち合わせをしていたところ、コットン今日は困惑していたそうです。そこだけお伝えします。まとめると、山添が西村から僕を信じてくださいを返してもらっている間、キョンは幸せになる絵を描いている。山添桜橋919、今回のスペシャルウィークはこれで勝ちに行きます。さあ生放送ということで番組ではメールを募集しています。今夜のメールテーマは、コットンへの質問、そして僕を信じてくださいは、山添と西村、どっちのものだと思うか、そしてなぜそう思うのかの具体的な理由、こちらを添えて送ってください。僕を信じてくださいのメールに関しては、懸命に西村派なのであれば西村と、そして山添派なのであれば山添と書いて送ってください。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp、 yamazoe@obc1314.jp です。リアクション、感想、メールもお待ちしております。僕を信じてくださいは山添のものである派、
にメールを送ってくれた方の中から抽選で10名の方に番組ステッカーを差し上げます。住所、氏名、電話番号をお忘れなく。そして今週はスペシャルウィークということで、各曜日で桜橋オリジナル T シャツのプレゼントがあるそうです。お、こちら、こちらですね、今回のスペシャルウィークのために限定で制作されたニューコレクションとなっておりますよ、ということで、ちょっとミクチャの方に 見させていただきましょうかね。今僕も着ているこのパーソナリティ T シャツ、こちらのこのロゴがですね、一回り小さくなったデザインになっております。なぜ一回り小さくなっているのか、それは誰にも分かりません。高橋氏がですね、作家の高橋氏が、たくさんの方に確認したところ、全員が誰がそうしたのか分からないそうです。煙に巻かれています。すごい隔離された村で起きた殺人事件みたいな、僕たちは何も知らないみたいな目していたそうです。今最も難解でソリッドなウェアを提案し続けるドメスティックブランド桜橋919の T シャツ、こちらもですね、僕を信じてくださいは山添のものである派の方々にメールを送ってくれた方の中、抽選で10名の方に差し上げます。住所、氏名、電話番号を忘れなく。 T シャツくださいだけのメールの方はお控えください。ツイッターの方はハッシュタグ山添桜橋919、こちらでたくさんつぶえてください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信しております。さらに放送終了から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。今日は特にですね、キョンがライブペインティング、ライブ中にこう絵を描いてくれますので、ぜひミクチャの方でもご覧ください。相席スタート山添寛の桜橋919、この後1時までの2時間ぜひ最後までご同行お願いいたします。ではここで1曲、フォルダー5でビリーブ。東京のミクチャスタジオから生放送中、相席スタート山添寛の桜橋919。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りいたします。はい、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 さすがに無理よ。なんか、緊張してるよ。いやいや、リラックスリラックスしちゃったら、さすがに無理。さっき喋んな、紹介するから。無理だって、さすがに。2年目で初ゲスト、もしかして初ゲストなんじゃん。何人もいる、映すな、ミクちゃん。映す、紹介するから。あ、てか、その前振りやりましょうか。いや、なんか自信持って、俺ももしかしたら一人でラジオ持てるんだって勇気つけましたよ。お前じゃあ言えんのか、今日。いや、西村がどうせ言えんの分かって、お前が言えるかどうかや言えますよ。まずそのページ開いてないっすわ。何ピーって言うのね、なんか。意味合いが違ってくるから。じゃあ西村、ちょっとじゃあ言って、この、自分で自己紹介して。はい。この時間はですね、相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしております。さあ、それでは今夜のゲストを登場していただきましょう。ていうか今喋ってます、我々コットンです。よろしくお願いします。これですよ、聞き取りやすい生意気なこれ。なんや、そのあれか、耳にスッと俺届けますよっていうマウントか。何がですか。まあそう聞こえたんならそうかもしれないですけど、ぶつけてええねん。何がすか。この耳のこの壁にぶつけてええねん。自骨のことですか。そういうの、はい、そういうの、はい、耳の骨と書いて自骨なんですけれども。やっぱ知識はあるのよ。すごいよね、はい、すごいね。何でもやってくれるから楽なのよ、もう。コットンの2人が来てくれました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お世話になります。嬉しい、あるよな、本当に、はい、嬉しいですね。コットンは、はい、3年後輩になるんですかね。17期。そうです、そうですね、はい、うん、空気階段カエルテオズワルドとかと同期です、はい、すごい優秀なキーヤをね、実力者の。そうですね。なんか、なんでそいつドイツ入れへんの。あ、そいつドイツ後輩なんで。一個後輩か、後輩です。だからワラバランスと あとスカイサイキックとかですね。ゾンさんがやりたかったの。お前さ、やりたかったとか全部言うなよ。ちょっと上がってるわ。らしくないわ、ゾンさん。上がってる。え、マジ上がってる。俺さ、もっとさ、コットにマウント取るの上手かったよ。上手かった。上手かった。あのね、しばらく会わないうちにゾンさん、そのマウントの取り方忘れてますわ。なんか土井さんが変わったのが俺らが大きくなりすぎたのか。ちょっとわかんないです。自分で言うな。お前あれやもんな、はい、俺よりも10年ぐらい上の先輩競輪小僧さんにもう座って挨拶するようになったもんな。
偉そうになれよったぞ西村、注意しといてくれ、こいつ生意気になったぞ、三谷幸喜さんに見出されてから。うわ違う、おいそれはこと失礼やな。違う、うん、それおはようございます、よろしくお願いしますって言うじゃないですか。言った携帯持ちながらの、おはようございますって、うん、俺が楽屋でぶち切れてしまった鈴木梅団のピクニックさんへの挨拶の仕方と同じ仕方だ。これはまずいぞ、これはまずいよ。ブーさんがそういうつもりはなかったんですけど、ほとんどピーで怒ってたんで、それもう放送できないぐらいの言葉喋ってたんだから、ずっと初めて俺から、確かに、ね、踊れっていう二人称出たんやもう人気多いじゃないですか。まあそれは一個ちょっと我がちょっと姿見を見てちゃんと振り返ろうと思って。我が姿見ごめんごめん、あんまさ知らん言葉使うなって思う。いやちょっとあの我に返ったっていう、そのいやいやでも忙しくなってね、本当もう人気者になって。いやそんなことはないですけど、でもほんまにちょっとこう浮き足出すとこはあるかも、キョンが。ああそうっすね、うん、いやだからそんなことない、ちょっとほんまに、うん、ゾエさんもねこれちょっと被害あってるかもしれないですけど、うん、先輩からなんか、うん、キョンに無視されるっていう報告がめちゃめちゃ、いやお前お前分かりやすいやつやな。そんなわけないじゃない、マジで。何が、いやだから本当に、うん、なんかこの間もびっくりしたんですけど、うん、そのあの福岡の劇場でなんかキョンがあのこがけんさんになんか服のブランドとかスニーカー何がいいですかって、あの人おしゃれだから、うんうんうん、聞いてて、はい、3ターン目ぐらいで、うん、キョンがスタ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 ってこがけんさんが喋り出したら無視してて、あんねんこいつ、ありますよねこいつ、あんねん無視じゃないほんまにある。それの究極が、うん、バイク川崎バイクさん BKB さんに、うん、バイクさんこのネクタイ僕今衣装困ってるんですけど何色がいいですか、うん、そやなキョンはぐらいでスタ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 やばいやお前お前キュー&虫キュー&虫 A がない、もうほんまびっくりして。いや違う、それはあのターンが終わったと思って、違う違う違う、いうことです。俺も前言ったやん、ありますよね多分ゾエさんも、俺も言ったやん、つい最近言った、それこそチャリロと吉本の日にさ、うん、キョンが来てくれんのよたまに、はいはい、その時にお前からさあの女子ってこうこうこうですよねみたいなことを言ってきて、はいはい、そうで、はい、俺が話し出す時にはもうこいつ携帯見てた。そうなんですよ、それあるで、こいつだからキャッチボールちゃうねん。違うんですよ、だから投球練習もただもうズバー投げてもう終わりやねん、はい、で肩できたと思って、うん、どっか行っちゃう。いや違う、でそれの究極だったのよ、ゾエさん。マジこれ究極、静岡でお寺でロケしたんすよ、うん、こいつ住職無視したんすよ。やっば違う、でやっ住職一番、いや一番ありがたいでしょ、うん、でそのね、20-30年プレイヤー住職の、うん、その住職が西村さん俺住職になって初めて無視されました。じゃね、もう住職で初めてじゃねんが、お前は煩悩何個ある、108以上あるやろお前。お前さ、違う、いや違う、これからさその住職がさそのさ皆さんから雑念を取り払いますって言ってる側の時にお前今日浮かんでる可能性ある。住職に雑念を植え込むなお前。本当にごめんなさい、本当に悪気はなくて、うん、これでお話しさせてもらってターンでぼーっとしちゃってお守り何にしようかなって言ったらまだ喋られててみたいな。なんでまだ喋られてる。そうそうそう、じゃあ僕に喋って後半はなんか僕に喋ってないのかなと思っちゃって、うん、なんかその客観的に見たら無視しちゃってる状態っていう感じだったんですけど。それが無視やね。そうそうそう、で住職気ぃ利かしてね、弟子みたいな髪してるのにって。優しい優しいよお前は。なんとか取り持って本当にすいません、本当にまあ頼むよ、ちょっと意識し直します、本当に申し訳なかったです。いやいや本当に景品小僧さんにも立って挨拶するよ、うん、お前日をごとに立ってるよ、うん、多分お前は仕事が増えるごとに自分のステージが上がってるとちゃんと勘違いして、やめてください、そのステージより下にいる人を。よかった、ね、そんなわけないじゃん。なんかこう耳入る前に弾いてんねん。あ、そう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 、うん、多分そうだと思う、ね、そんなわけないじゃないですか。そんなわけないように見えるから、はい、俺ちゃんと覚えてない。いいよいいよ、うん、急に剣士が出始めたでしょ。山添さんの前半取り戻して、いいです。素晴らしい素晴らしい、よかったよかった、借金返済してる、うん、なかなか今ちょうどプラマイゼロです。よかったよかった、何個かミスっといてよかった僕は。すいませんすいません、そんなことはないですけども、すいません。いっぱい聞きたいことがあるんですよ。何ですか本当に。リスナーがね、服、西村がね、今日服何を着てくるか楽しみにしてたんですよ。あ、そうなんすね。なんかもともとね、和田まんじゅうと、はいはい、まあ、西村という男について
深掘りするライブをね、はい、して、うん、でそれがすごい面白くて、はい、で本当に西村がねこう普段したいおしゃれをできていないとっていうのがあって、はいはい、そうですね、はい、である日ね僕が GAG の坂本さんとあの喫煙所で喋ったんですよ、うん、そしたら急に西村が僕ってね実はおしゃれなんですよってねその脈略ないとこから急にカットインしてきて俺と坂本さんが吸ってるタバコの灰がポロッとだけ落ちたんですよ。そしたらめちゃくちゃ優しい顔で坂本さんがおしゃれじゃないよって言っていやいや坂本さんね違うんですよって言って、はいはいはい、西村の話を聞くと分かります、はい、分かります俺逆キャンじゃん聞かないやつと聞かせようとするやつ表キョンと裏キョンにコットンにそれでできてますコットンがほんでなんか西村の話を聞くと、僕本来のおしゃれを芸人たちといるときにしてないだけだと、はい、そうですね、100% の西村を抑えて、うん、芸人たちと会うような場所劇場とかでは 20% の西村で来てるんですみたいな話をしててあそうなんか、はい、じゃあ 100% の西村、のおしゃれを見させてもらうライブをやろうということで、はい、まんじゅうと二人でやってるライブに来てもらってそうなんですよねでその時にこう、うん、お色直しじゃないですけど 100% の西村出てきてもらってあもうめちゃくちゃ攻めてるやんみたいな、はいはいはい、本当もう本当黒ずくめでね黒いバケットハットかぶって、はい、本当あれよねチンチン出してないだけの変質者なんなんすか各所で言うてるけど各所でね、本当に関係各所で言うてるけど地面ギリギリのコートねいやマジで関係者各位にいや各位に本当にどこでも言ってるテレ朝でもそうだしほんで西村のその話がフューチャーされだして、はいはい、しくじり先生とかオードリーさんのラジオにも行ってね、うん、はいはい、行かせてもらいましたでその時にはオードリーさんのラジオではこう本当に 100% 西村のおしゃれで行ったよね行きました、はい、本当にだからまあゾエさんちょっとあの時はやっぱりゾエさん、うん、まあ今はもう時間経ったからちょっと言いますけど、うん、ゾエさんのライブの時はまあもちろん好きな服を着ていきました、うん、でもやっぱちょっとこうなんていうんですかあいじってほしいなもちょっとだけありましたけど乗っけたんいやなんていうんですかその、うん、ちょっとなんか雲行き怪しくなってきたななんかでもそうちょっとだけ乗せてたんやあれちょっとだけ乗って乗っけてるかもしれないですねでオードリーさんの方では素で行ったってことあ結構素かもしれないですねだからで今回俺の方のラジオではその一切そういうのはなく来てなんで逆に今のなんでマジでそのそれってそのラジオ大阪って舐められてんのそれ分からへんねんけどそのオードリーさんの方、まず俺とまんじゅうの方では、はい、舐めてるから、お笑い乗っけた、お笑いのファッションやったって今暴露されて、はいはいはい、で、オードリーさんの方では 100% で行ったと、はいはい。で、うちでは今、何のおしゃれもまずはしてきてないと。はい、そうですね。なんで俺。だって、何人に失礼なことしてんの今。いや、だって、ごめんなさい皆さん。もう、合わないでしょ、この人。いやおいだって見たことない人たちだしミクちゃんの画面めっちゃスクショ撮ってくださいこいつ皆さんばらまいてください極悪人としてゾエさん嫌ねんお前その T シャツはお前スーパースシースーパースシープロショップって何やねん何がすか舐めやがって舐めやがって俺のこと外国人パーソナリティや思ってんの喜ぶかなって寿司寿司天ぷら寿司って言うと思ったんか俺がマント富士いやそうですごめんなさいうわ今日そうだいい服がね展示会の、うん、届いたんですよデリバリーでそりゃそうっすよ来てくればよかったそれはだってコットンが出てくれるってなったら今日西村それぞれのやっぱ楽しみなところ俺はさリスナーさんにこう話してるから、まあかね、やっぱそれ楽しみにしてる人もおるよでも家近いんですぐ帰りますけど今日やっぱり閉じ込めろとかコメント来てるもう会わへんって言ってるから、ね、閉じ込めろあや優しいね逆にね、うん、まあでも西村は言ったらその流行にもやっぱりこう、はいなんていうんですかこう早いし、はいはい、捉えてるし、うん、ファッションもおしゃれっていうことでね、はい、西村にちょっとじゃああえて聞きたいんやけどなんすかこの桜橋919のパーソナリティが、はい、全員が着てるね、はい、番組中に着てるこの T シャツ、うん、これどうこれいやうわ酷だぜいやいやなんか純粋にねマジで一言目気ぃつけろよ
え、正直でいいですか。正直で、ゾエさん。お前、正直でいいですかの後に、プラスの表現って、今まであったことないぞ。気ぃつけろよ。まあ、純粋にね。うん、じゃあ、ちょっと、思ったこと言えばいいよね。あんま俺、もうテレビもラジオも嘘つきたくないから、なんか、見たことあるっていうか、その、は?なんか、その、デザイン的に、その、色使いというか。まあ、ほぼ、ルコックとか、なんかその、ルコックの色合い、トリコロールにしてサッカーとかラグビーとかで、はい、はい、ルコックスポーツの色合いというか、はあ、パクリって言いたい。いや、ロゴもうちょっとちっちゃかったら可愛いけど。ああ、ちょっと待って、これね、スペシャルウィークで視聴者さんにするプレゼントのオリジナル桜橋 T シャツがね、はい、出来上がった。え、これ、あれ、これ、ああ、これどう、ロゴち、あれ、なんかこれどう、なんか見取り図さんの番組と同じような感じで、ね、まあ、色合いは似てる、うん、見取り図ちゃんのこと、はい、見取ちゃんの、いやいや別に全然モチーフにしてないから、いやでもなんか似てるな、え、何それ、なんかのパクリみたいな方向持っていくなんか真ん中、え、ミクチャってそのチーとかって映っても大丈夫なんですかバンとかないですか、大丈夫いや、あとさ、うん、今日俺らさ服好きじゃん、うん、あれ間空きすぎだよね、ちょっとロゴも、だったら中途半端に真ん中に持ってきて、うん、もうちょいでかくして、うん、か、このあの逆にこの背中のとこにちっちゃくで、うん、あの前は無地とかでも、あと、分かった、北沢の時の日本代表のなんかフォントだ、あれ北沢とか、あの色合いがね、沢登りとかの世代の、まあ寝巻きですかね、そうだな、俺びっくりしてんねんけど、はい、こんなにさ、あの、はい、コットンが2人揃ってさ、はい、草すふりして T シャツ盛り上げてくれてるやん今やのにさ、ブースのさ奥のさ男性スタッフ陣がちゃんと士気下がってねなんでなん、待ってくださいよ、え、ちょ、 なんでなん、士気下がるな、え、ほんまに恥ずかしい、どうしたんすか、それぐらいちゃんと、相席スタート山添寛の桜橋919、すいません、タバコ吸うてきていいですか、ああもう時間ですか、タバコ吸うていいって言われたら俺もっといい顔で笑うけどな、相席スタート山添寛の桜橋919、タバコ吸うてきていいですか、この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。花粉絞ってたね今まあポーカーのラス1のラス1枚絞るみたいな、サンクチュアリ上げしてんけど、あ、サンクチュアリか、そっちか、あ、そうだ、ゾイさんも見てんだった、ゾイさんも見てんのか、チョンです、ほら、花粉うまーいってめっちゃ来てる出た小指とかゲストは引き続きコットンの2人です、お願いします、お願いします、よろしくお願いします、ですね、早速ですけども、はい、キョン、はい、キョンにはね、ちょっとライブペインティングしてもらわなあかんのよ、聞いてないんだよ、だから俺頼むわ、頼むわじゃなくて、さっきスタッフさんにあの打ち合わせで言われて、0時台の方からスタートさせていただきたいって、なるほど、はい、何度かね、この番組が終わるまでの間に、はい、キョンが、はい、言ったらあの大きい、幸運が訪れる、はい、そして邪険に扱ったものには不幸が訪れると言われている、あの、はい、あの多い危険な絵、魔の絵キーね、はい、を描いた時の気持ちを取り戻して、はい、なんか集中してやっぱ描いてほしいな、わあ、なるほど、あの時っていうのは何を思って描いてたの、あの時はあの、まあ、NHK 新人お笑い大賞がありまして、うん、そののご褒美であの好きな仕事ができるっていう、このなんか、いや、あの言ったことが実現できるみたいな、ほう、でそれで僕はでっかいキャンパスに絵描いてみたいですみたいな、はい、でそれで、あ、そうなんや、はい、企画やったんや、はい、うんうん、でそれでなんかそのやらせてもらってできた絵があちらでございます、あ、そうやった、はい、あ、じゃあ今回も企画に一応なってるんで、うん、何描いてくれてもいいし、ほう、うん、あ、そうなんですか、うん、え、その絵はそのどうなるんですか今後、いや、だから ここの番組で大事に保管させていただく、あ、なるほど、うん、それもしなんかなくしたりとかしたら結構もう、いや、やばい、やばいと思います多分、うん、なんでなんだって、もうまんじゅうがな、だって、はい、あのいらんって言って、はい、その後離婚して、うん、で俺はライブをなんかね、コットン今日の絵を誰かが持って帰るライブっていうオファーが来て、はいはいはい、断ったら、はい、なんかこんなことにはなってるわな、まあ大変なことに なって、それが全て絵のせいかどうか分からんけど、はい、うん、なんでその悪魔の絵をまた描かせるの？いや、だから俺の中でそのライブを持って帰るライブを断ったっていう、はい、その失礼が一個あるのよ、絵に対して。なるほど。そうですね。でも逆に言ったらその絵を
大切にしたら幸運が訪れるんで、そう、ぜひ番組のためにはい、なんか書いていただきたいな。だって俺過去に出雲のお国さんに、うん、歩くパワースポットって言われたことありますから、はい、あなたはその自覚を持って生きてくださいって言われた裏で、うん、裏です、しかもライブ上じゃなくて裏で言われたことあるんで、なんでそんなやつが住職の話無視で歩くパワースポットが住職よりパワー持ってるから黙れって思ってたんかな、あ、はい、もう総本山やお前ということで、ぜひ今日にはお願いしたいと思っております、よろしくどうぞ。はい、お願いします。相席スタート山添寛の桜橋919。番組ではラジオを聞いてくれているあなたからのメールを募集しています。受付メールアドレスはすべてアルファベットで yamazoe@obc1314.jp、 yamazoe@obc1314.jp です。この番組のメールサーバーは非常に脆弱なため、無理なメール投稿はせず、一人一人が気を使って地方に見合った数で楽しいラジオをお届けしてくれると幸いです。さもないとまたあの日は訪れますよ。相席スタート山添寛の桜橋919。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。ゲストは引き続きコットンのお二人です。お願いします。ということで早速、はい、ライブペインティングということで、キョンが履くにはこちらでちょっとすごいじゃん、俺喋れないんだこれ。ずピッチブックとクレヨン、はい、まあ一応カラフルなペンとご用意してますので。なるほど、すごいね。本当はもっと良質なやつ用意してくれればもっと気合入ったんですけれども、すいません。ああ全然その態度取られたら困るなでもね、書き始めだから、もうもうもう幸運をね、このラジオにも訪れたいですよね。絵にまつわることで今日に失礼なこと言いたいお願いします、よろしくお願いします。山添寛には今後絵だ絵だ絵で言ってお前俺なんか言われたらこれ絵見せよ、これ絵見せたらおとなしくなるからほんまにキョンのこと嫌いな人に会ったことないし、キョンの悪口言うてる人にも会ったことないから、はいはいはい、あながちキョンが自分のこと歩くパワースポットって言ってても、はい、信じるかも、うん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 、それぐらいパワー持ってそうやからね。わかりました。ぜひとも、はい、うん、全然その書きながら喋る人やったら喋ってくれてもいいし、はい、なんとかあの終わるまでに書き上げてくれたら嬉しい感じ。それさ、ちなみに書く時間ってどのくらいありますか？50分ぐらいかな。ああ、そんなあるんですか？うん、あ、わかりました。お願いします、なんとか。はい、画伯、メールいただいてます、はい、東京都トリケラトプス、ありがとうございます。キョンさんによるライブペインティングものすごく楽しみです。あらら、しかし、僕には一つ不安があります。何？最近こそ安定感が出てきた桜橋ですが、もともとはトラブルが頻繁に起こる激ヤバラジオです。そう、ライブペインティングという今までやったことがない新しいことをしたときに何かまたトラブルが起こるのではないかと不安でいっぱいです、はい、ずいさん、これもともと激ヤバラジオなんすかいや、そんなもう今日のライブペインティングとかどうでもいいんですけど、リスナーからのメールが一切届かなかった日とか、はい、で、何を隠そう、このトリケラトップスだけがなんか届くとか、はい、ああ、なるほど、うん、ふと、じゃあ、ふと客なんですね、そのトリケラトプスは。どういうそのルートをたどってか分からんけど、はいはい、トリケラトプスのメールだけが届くっていう回があったの。ずーっと、トリケラトプスのメールだけ紹介して、はい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 、それ以降一回ラジオでうん、アドレスを変更してんのよ。え？なんで？なんかその地方に見合わん量のメールが この番組来るのよ、はいはい、それ多分パンクして、なるほど、そう、わ、すごい、それでアドレス一回変えてみたいなのがあったりとか、はい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 、プップップーンからさ、この番組始まるやん、はい、はい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 、地方になって、そこから一切なんか音とか流れへんなって、この番組に映れへんなって、なんかあのさドラえもんとかでさ、のび太が家でゆっくりしてる最初のシーンとかで流れる BGM あったりするやん、はい、ほんまか BGM、はい、なんかあります、あります、あれ3分ぐらい流してつないでお待たせしましたとか言ってやばいやとかあ、事故が起きたりとか、起きんねん、なるほど、あんねん、まあ生放送ですからね。そうなんです、うんうん、たくさんね、皆さんからのメールお待ちしておりますんで、はい、まだいけますか、いす、行きましょう。宮城県チャオズ、はい、ペンが走る音ですかね、これは知ってますね。そうですね、うん、はい、コットンのお二人に質問です、はい、はい、
コットンのラジオバタフライピンポンのリスナーを体育館って呼ぶのはなんでですか？あ、気になってて。そうらしいな、本当？いやマジなんですけど、はい、いやこれはだから、まあ、元々バタフライピンポンっていうタイトルが僕らの、うん、あの、まあ、僕水泳やってたんでバタフライ、はいはい、でキョンが卓球やってたんでピンポンでバタフライピンポンっていう名前に2人の要素をして、はい、うんうん、で元々はなんかリスナーネームなんか何個でもあっていいよなってなって、ほう、1個じゃなくて、1個じゃなくても、うんうん、だから例えばヤーレンズさんがやってるラジオだったら、うん、ラジオの虎って言うんですけど番組名が、はい、うん、あれはデイさんが好きなプロレスで佐山って、佐山悟、虎、虎はタイガーマスクだからみたいな、うんうん、でもう一個はノーマネーちゃんみたいな、で僕らもそのラジオの虎でノーマネーでフィニッシュのノーマネー、その2つの呼び名があるんですよ。だ僕らも2つつけようってなって、ほうほう、リスナーのネームを、はい、うん、でキョンが木村陽介っていう、ちょっとこれはしょりますね、もう木村陽介で僕はバサロ、あの水泳の技なんですよ、鈴木大地の技、うん、このこういう流れがあって木村陽介になったんです、はい、うんうんうん、でもキョンがリスナーネームを全く覚えないんですよ、うん、で木村陽介って最初に自分でつけたのに、自分でつけたのに、でどうも木村陽介ですって言われたら、うん、木村陽介さんからメール来たと思ったんです、こいつが。ほんでじゃあこれつけ直しましょうってなって、うん、でこいつが体育館って言って、うん、じゃあ俺の水泳の要素ないやんけってなったんですよ、うん、体育館外だしプールは、うんうんうん、でももう、もう体育館で行こうかってなって、あ、で体育館1個だけ残ったんや、1個だけ残った、はい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 、はい、これです、なるほどね、はい、え、それさ、これリスナーネームあるんですか、このラジオは、貸し主、貸し主ゾエさんっぽいならしいですね、お世話になってますっていう気持ちでオズワルド幸せですの気持ちもありますし、ね、あ、幸せダンビラムーチョ の、ラジオネームトサケ人間、はい、西村さんですが、はい、以前放送されたロンドンハーツの私服ランキングの企画で、はい、30人中24位を取っていました、はい、山添さん、西村にファッションセンスはないです、ちょっと待ってくださいよその前3位ですからね俺あの冬コーデ春コーデでロンハーで出させてもらって、はい、その時は西村さん3位だったんですけど、え、どっちが3位やった、西村さんが春、冬コーデが3位、冬が3位、はい、で、最近行われたオンエアされたやつが、春コーデだったんですけど、それが、ウエストランド井口さんの下でしたね、はいはい、マジで西村さんがあのポロ年中ポロシャツの年中ポロで、その日は本当になんか写真ポーズ、写真ポーズこれね、マジでその日はマジで超新宿さんの舞台衣装みたいな格好してたんですよ、なんか井口さん、おー、革ジャンちょっと革の赤っぽい赤ジャケットに黒パンツに普通のスニーカーに、あれに負けるわけないやん、だから春弱いんやね、え、春弱いんや、だ冬だけおしゃれっていう人なんやね、違うあのファッション界の広瀬香美さん見たこと、え、違う、ま、チューブもいける、チューブは無理よ、だっていや、いけるって、春夏弱いんやろ、確かに今日もめっちゃ弱いもんな、スーパー寿司プロショップいや、どこがな、うん、なんですか、はいはい、わかりました、はい、トラックパンツ途中から浮き出てますトラックパンツ、何これ、トラックパンツの横サイドライン途中から編み込んでます、ま、祭りの当たりくじみたいになってる、どこがな、なんかねえ、え、スイッチに繋がってるやつあるんじゃん、 すごいでしょ、スイッチに繋がってるやつあれ当たり入ってないいや、わからん、そりゃわからん、そりゃわからん、そりゃわからんすごい洒落てるね、はい、もうそうですよ、サンタイガー、西村さん、はい、山添さんの僕を信じてくださいを無断で使用して心は痛まないんですか、僕は山添さんの信じている西村さんを信じています、はい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 、あ、だから俺側ですね、ああ、いや、あなたやってましたよね、ドーピング、ドーピングって何ですか、あなた、もうこの話しましょうか、あなたラジオ、あっという間に時間経つ、あなたラジオ始まって、はい、なんかステッカーかなんかプレゼント、 T シャツかなんかプレゼントするのは山添派の方を選んでプレゼントするみたいなドーピングしてましたよね、かなり増強剤打ってましたよね、あなた、まあ、確かにその僕派にしたらなんかステッカーと T シャツ当たるみたいになってますけど、はいはいはい、それで自分の本当に思っているその意見を、はい、あの覆らせるようなリスナーが揃っていると思っているんですか、この番組、難しい構文今のうちのリスナーはそんなものにつられて意見を変えるやつしかいいヒンって、はい、また舐めているんですか、うん、君は喋り主がそうだからだと思いますよ、ものにつられそうな人だから、すっごい急に大きい声出した急に大きい声出す人を皆さんはどう思われますかちょっとあなたいいですか、え、突然消えたやん、真っ暗になって、急に電気消えた、びっくりした、あ、え、
ハッピーバースデーとかでもなく、普通にあのスタッフさんがあのただのミス。ちょっと待ってください、いろいろ重なるからさ、俺もなんかハッピーバースデー、そんなんでもない、あれ全然この番組で普通だから、全然この4月にみんなラジオ局に来た人です。それまではそのプロせーのスタート移動で、なんかもともとテレビ局とかにいた人とかじゃないですか。でもないし、はい、あのコンビニのバイトから急にこれをこっちの職業に変わったとかでもない、はい、であと僕、うん、あの他局で申し訳ないですが ABC とかいろいろこうラジオやらせてもらったんですけど、うんうん、人多すぎですよちょっと。なんで？超多い、ほんまにこんなもんやけどな。誰かゲームやってる人いる絶対。ソシャゲやってる人いる絶対。ちゃソシャゲ。いや。今日俺暇やからこの時間ソシャゲしようとないけど。全員が各々の仕事ついてんねん。あ、そうなんすね。こういうことばっか起きんのよ。この照明が落ちたりとか。はい。で、2人は、えってかなってたろ。はい。俺はもうスタッフさんの顔見て、ああ、なんか背中で押したんかなぐらい。慣れたもんね。あ、慣れたんすね。うん、ダメな慣れですよ、これは。ゾエさん、だからパクらないでください、うん、話すり替えたでしょ今ちょっと。いやいや、そっちよ本当に。ゾエさん、俺はね、うん、あのゾエさんがツイッターで、はい、僕を信じてくださいをある日からパクり出したのはもう知ってたんですよ。俺ね、ずっとね黙認してましたよ、あなたが使って。で、僕が一旦聞くわ。え、一旦聞くわ、一旦喋ります。じゃあ わーってなっても、はい、揉めるだけやと思うから、OK、うんうん、分かりました、うん、であなたが使い始めて、うん、ね、僕の信じてくださいが、まあ僕は別にそんなユーモアに富んでない、本当にライフハック的なツイートをしてるわけですよね。そここの日の気温に応じてこんな服装を着たら快適に過ごせますよっていう衣装予報というツイートをしてるわけですよ、ね、あ、そういうツイートをしてはるんや。うん、あら、そこか。なるほどね。なるほど。ほー。知らんかった。話早えや、そのスタンスか。なんか面白そうやから今度見に行くわ。それで、それで、僕を信じてくださいってやってて、うん、あなたは、ある日、うん、その構文をパクり始めた。ただ、うん、僕ほど140文字打つのはめんどくさいから、短く2、3行にまとめた、ちょっと小粋な文章を打っていた。それが、一発目の投稿で 4,5 千いいねいったもんだから、これはしめしめと思い、あなたは連日連夜、うん、僕を信じてください、時には1日 2,3 ツイートやっていた。で、たまには万罰とかをして、味をしめた山添氏は、そこまではまだ良かった、俺先輩がバズって嬉しい、俺のを踏み台にロイター版にしてくれてる、しかも俺もフューチャーされる、いい、うん、俺が一番怒ってるのは何だと思いますか。何よさ、他じゃない、これじゃないの、パクられたことじゃなくてクラフトボスでしょうよ。クラフトボスのツイートが、クラフトボスの CM させてもらった、 CM させてもらいましたよね、うんうん、あのツイートが山添さんの写真バーンってやって、クラフトボスの公式ツイッターが、僕を信じてください、うん、あの時に俺は完全に乗っ取られたと思った。あなたにやられた。すいません、ちょっとメール来て。俺、あの日以来、ボス飲んでませんからね。俺は避けるようになって、ちょっと。我慢したい、飲みたい口になって。美味しいからね。宮城県チャオズ。はい。個人的に調べさせてもらいましたが。何よ。僕は山添さんのものだと思います。なんなん、こいつ。山添さんが初めてツイッター上で僕を信じてくださいとツイートしたのが、はい、2022年4月29日。はい。はい、一方、西村さんが初め、うん、ツイッター上で僕を信じてくださいとツイートしたのが、はい、2019年の12月7日。あれ、早くない？ 2 年以上西村さんの方が早いことが分かりました。ほう。しかし、僕は山添さんこそが保有者であると考えています。なぜなら、はい、クラフトボスさんがコーヒー牛乳の CM を出した時にしたツイートに、それ僕を信じてくださいがついているからです。これは世間が僕を信じてくださいは山添のものであると認識したと言えます。以上のことから山添さんのものです。僕を信じてください。おい！なんやこの劇中劇みたいなやり方は。こいつ。高等技術を使いよって。あ、でもなんかどういう文面のあれなのかわからんけど、なんかチャオズのことをなんか信用できるなんか文章やったな。できねえって、うん、クラフトボスだけじゃねえぞ。あれすごい説得力。スノーマンかなんかの番組も使ってたな。それスノーマンにやらせてくださいの番組も僕を信じてくださいを使って、出元知らないのに。
困るぜ全く。俺の僕を信じてくださいツイートが、はい、ソレスノのツイッターアカウントめっちゃいいねしてくれてんねんな、うん、ソレスノがいいねしてゾエさん何が起こったと思います？俺がそのソレスノとかがゾエさんのツイートをいいねした翌日に俺は普通に僕を信じてくださいツイートしたら、うんうん、山添をパクるなって言いふりツイートできたんですからもういよいよですよ。いやだから、はい、はっきりさせようって言ってんねん。だからあなたが一番知ってるでしょ。でもさ、うん、これさ俺が我慢してたっていうか、はい、その今西村側からしかまだ意見言ってないだけで、はい、俺も俺で我慢してたからね。それで言うと、はい、じゃあちょそれ聞く前にちょっとごめんなさい、うん、マジお前こんな入ってこんかお前え、マジかお前西村が喋ってる時ずっと今日はちょ相方ピンクのクレヨン塗ってました。相方おい何がマジで何が違うってお遊戯タイムじゃねえんだよマジで。だから頼むよ。だからそう、まあ、もう西村がお子さん連れてきたみたいなお前違うってお前こキッズルームじゃねえんだからお前な今日友達いないねじゃないのよお前頼むわおい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 すごい近いところでラジオ聞かせてもらってるからさ聞かせてもらってるからさじゃないんだよ。託児所いやだスペシャルウィークだから頑張んなきゃやっぱ。いやありがとう。やっぱお世話になってる。集中してくれてるもんね。そう。ごめん。嬉しいよ。やっぱお世話になってるからね。ちょっと待ってよ。ゾエさんが絶対パクってるからな本当に。西村派来てます。はい。茨城県。最初はグーテンモルゲン。ありがとうございます。コットンの西村さん。はい。話口調がラジオ慣れしすぎていて逆に不自然です。は？とてもうさんくさいです。マジでやばい。ゆえに僕を信じてくださいなんていううさんくさいフレーズ西村さんのものに決まってるでしょう。ちょっと待ってくれよグーテンモルゲン。ちょっとまあ上の句はいいとして下の句は良かったですねこの方は。なんでやね。何がなんですか。だって僕でしょゾエさん。大宮の劇場でね。うん、うん、大宮の楽屋で。うん喫煙所で一緒にいた時に、うん、喫煙所で西村な一緒の西村ちょっと引用させてもらうわって言ってたじゃないですか、うん、ちょっと待ってくれよこれ確信つこうもそんなことを言うのがありなんやったら俺だって、はい、いくらでも嘘言わせてもらうでこれが嘘だと山添さん僕を信じてくださいっていうの乗っかってもいいですかって毎晩のように俺に電話してくるよすっごい今日もありがとうございますってお前律儀やからうわえ待ってもうええでええでって何回言った俺西村もうええでそのお礼の電話もうええでって、うん、もうそもそも日本語やんそんなどっちが使うとかないやんってだからさマジで、うん、人狼で占い師2人出てきた時のやつこれはい俺ですはいはい彼女は人狼あのローラー作戦でやめてください絶対二人俺とゾエさんどっちも行かれるわこれちょっと勘弁してくださいよゾエさん本当にいやほんまに なんで急にやめたんすかそんなんで急にやめたんですかそんなこと言い出したらやかぶせてこないでください何なんで急にやめたのじゃ俺はまだ続いてるよやっぱ弱かったね真似事はいつまでも通用しないじゃあ俺の話聞いてくれるなんでやめたかはい西村がなんか一回途中休んでたんですよ僕を信じてくださいツイート、はい、ね、まあシーズンオフだったのでなんか僕このちょっとやめますみたいな、はい、休みますみたいなことをツイートしたんで、うんうん、あだったらその西村が休んでる間、はい、もう俺一人になるけどそのやらしてもらおうと、はい、ね、はい、もともと本家がさしていただいてましたけど西村せいになるからそれこそなんかもう俺発信って全国に知れ渡っちゃうけど文系ねその前からね、うん、西村はね、うん、あんたに取られたよみたいなことを楽屋で俺に言ってきてたんですよはいやけどまたこの休み期間そんなこと言い出したらもう俺は続けるから俺のもんみたいにまた映るけどええのかなって思ったけどもおうもうそんな争いやめようやと思って俺は続けてたのはいはいね、はい、一人でずっと、うん、ほななんか帰ってきたやん我が物顔でまた我が物顔だから、あ、その、本当にやっぱりこう、なんていうのか、一回火がついた、取らんとってくださいよの熱が、また再燃して、より強い炎としてなってるなと思ったから、はい、あ、じゃあもう後輩が言うてるから、もうお前使いっていう意味で俺が退いたんや。うん。
頭でレール引きながら喋ってる、あんたあんたは今レールを引きながらどうしようっていう感じで喋ってる。俺は熱で脊髄から喋ってる。これが答えだ。ミクチャのコメント欄に西村さんズーズーしいなっていうコメントと優しい先輩だなっていうコメントが来てる。ゾエさん、それで言わせてください。もう、とっくに iPad は10分前に充電切れてます。俺ら側は、の方、はい。そして俺はさっきスタッフさんに残り 5% しかないですよって言った。でスタッフさんは、あ、教えてくれてありがとうございますって言って、充電に来なかった。どうかしてる。なるほど、この番組に関わる者全員を腐すことで俺の説得力を今下げようっていうコンタ。ガラスの向こう側の人間もグルなんですよ。頼む、曲生かしてくれ、頼む。一応番組やねん。お前が怒ってんの分かるけど、え、2枚目いってるよお前、どういうこと。ちょっと待って待って待って、1枚目はおい、いや左利きだから手で黒くなっちゃってさ。一旦曲行かせていただきます。曲とお知らせの後はドーナツ社の短者の虎のコーナーをお楽しみください。新しい学校のリーダーズで青春を切り裂く波動。相席スタート山添寛の桜橋919。山添寛の桜橋919をお送りしております。はい、ゲストは引き続きコットンの二人です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、キョンの方はですね、はい、ライブペインティングとしまして桜橋919のために今、絵を描いてくれています。はい、メール来てます。はい、兵庫県島里前鳥、電気消えたぐらいでうろたえんなよコットン、素人かよ。逆に電気消えたぐらいでをメールで送ってくんな。おい、返したるわワンバースで。おい、来い来い来い。いいフリースタイルですね。後輩育ってますか。育ってますね。端的なやり取りやったな。あ、ハイクオリティでした。え、ずーずー、一番 の、あのアクシデントはだ、音が流れないですか、これは。メールちゃうかな、やっぱり。メールが来なかった。来なかった。うん、え、じゃあもう、誰のメールも届かなかった。え、じゃあシンプルにゾエさんの腕が試されたんですか。いやいや、その、2通だけ届いたトリケラトプスの腕が試された。あ、腕。俺はずっとありがとうだけど。まさか緊張するようなトリケラトプスの。すごいな。お前だけ届くから、頼むぞみたいな。2週来なかったんか。そうか、2週連続でこうになって、まだ治ってないみたいな感じ。あ、そうなんですか。それはなんかトラブルがあって、届かなかっただけなんですか。そう。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからサーバーがパンクしてってさっき言ったんやけど、なんで聞こえてへんやろ。すいません、絵描いてたんで。あ、それまだ絵描いてない時。あ、描いてない時だっけ。いやねんこいつ。すいませんすいません。可愛さと速さでやってるから。速さと可愛さだよなお前。そう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 。切なさと血の量。サンタイガー、西村さんが僕を信じてくださいを使えなくなると、はい、何もツイートできない雑魚になってしまうので、山添さんが最近手に入れた何々と思ってる自分がいてを可哀想な西村さんに譲ってあげてください。やばい、これは。ああ、そうしようか。やばい、これは。確かにな。ちょっとテクニカルなの来たな、これ。うん、西村は本当にもうあれなくなったら何もツイートできへんなるもんね。できないですし、あれやめた瞬間に多分俺フォロワー2000とかになると思います。あ、2000。信じてくださいによって、はい、今。22万ぐらいいますけど。本当の俺を見たいやつ2000ぐらいしかいないと思います。じゃあ、もう。ゾイさん最近つぶやいてるんですか、その、さっき言ってたやつ。と思ってる自分がいて、はい、あ、これはつぶやいてないやけど、俺がね、好きな YouTube というか、まあ、見てたホストの人がやってる YouTube があって、はい、その中でホストの方が、あるホストの方が、はい、何々って思ってる自分がいて、何々って思っちゃってる自分もいてみたいな、めっちゃ自分を俯瞰で見る口癖がある人やったよ。それが妙におもろいって、はい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 、その話をして、うん、で、あ、この、なんていうの、構文ええな、みたいなことがあったから、せっかくやから、じゃあ、僕を信じてください、ツイート使えなくなると、西村さん困るからって言って、それあげたらって、なんでっていう気持ちはあるよ、俺にも確かに。なんでやらなあかんねんって、はいはい。勝手にこいつが後から乗っかってきただけやのに、なんで俺が何か物をあげなあかんねんって気持ちは正直ある。けど、まあ、一考したいなとは思ってるよね。
分家がしゃしゃってるわ本当に。こっちが本家なのによ。でもあの西村さん SNS で僕を信じてくださいって、うん、それは皆さん見ると思うんですけど、うん、僕はだけだが知ってる情報、うん、だとこの、まあ、コットンさんでちょっとサインくださいっていう時に、うんうん、まあ、西村キョンってこの一つの色紙に書くじゃないですか、ね、それの西村のサインの横にハッシュタグ牧神って一応書いてあるんで、確かにな、気持ち悪い。そこは僕は西村さんのものなのかなって今持っちゃってる状態なんですけども、まあ、洗脳状態よね今日なんかはね、一番近くでいるから、まあ、うん、まあ、だから今日は決着つけてほしいなとはあります。そうよね、はい、ややこしいやろ、うん、あ今お前中立中立俺は中立と、あ、うん、今のボクシングを提供してくれたんじゃなくて、うん、お前中立、ちょっと一個言っていい、俺なんで絵描いてんだっけこれなんかいいもう黙って描けよお前テンパルとゾマホンぐらいのゾマホンがよよよよよよよべべべべなんで終わってくるから、うん、まあ、いただいたんでね、こうやってそういうところで布教活動もしてんのね西村は。だからゾイさん、僕が本家ですよみたいななんか姑息な真似をしてるんや。え、ゾイさんはサインに何も書かずですか。書かへん。あ、やっぱその自分のじゃないからね、うん、そりゃ難しいだろうね、うん、俺本当に伝えたいことは直接言うから、僕を信じてくださいって俺出待ちの人に言ってる。誰も信じないと思う、ゾイさんの言うことは。ああ今日見に来ました、ありがとう、はい、僕を信じてくださいって言って書いてる。意味わからへん、前後なさすぎてこれ何こいつってなるから普通に、とか言ってる。そりゃそうよ、テンパってるやん、だからその人は誰を信じればってなるじゃないですか。ラジオネーム金のペンギン、はい、僕は僕を信じてくださいは消去法で山添さんのものであると思います。はぁ、西村さんは衣装予報の時に主に牧神を使っているのですが、はい、この衣装予報結局は羽織れるものか折りたたみ傘を持たせるかばかりで、信じるも何も保険をかけすぎていると思います。自信がないなら信じてくださいなんて言わずに黙って牧神は山添さんのものであることを認めたらいいと思います。すごいのが来たぞ、すごいのが来た、すごいのが来た、すごいのが来てる。もうやり口汚っ、衣装予報士とか言ってんのにお前折りたたみ傘持たせるのか羽織れるものあるかのどっちかな。逆にその2つの要素が一番大事だから日本って。衣装予報も誰かのパクリじゃんなあ。はあ、衣装予報は誰のもんですか。泣いてる人がいますか今。いません。なあ、もう俺側面だけ見んの怖いねん、怪物っていう映画見てからなあ、お前が言うことだけ信じるの怖いな。あなたのこと信じれない。怖い。あなたそうだ、あなたに僕はお金を返してほしい、本当に。は、あなたにお金を返してほしい。あー怖い、あー怖い。これはもう言う、あなた、あー怖い。覚えてる、あなた1年前ぐらいに沼津の劇場の行く途中、道中に、うん、悪童双子コンビ大拓と、うん、山添寛が揃って、うん、その日はちょうど競馬の NHK マイルチャンピオンシップの日で。お、一緒やったね。そう、あの時に、うん、まず、あなたたち3人は、うん、こうやって俺に手を差し向けながら、手のひらを見せながら、うん、1万って言ってきたんですよ、あなたたちは。うん、でかけろよ、西村もって言ってきたんですよ、うん。まずギャンブルハラスメント俺にぶちかましてきたんですよ。うん、で、うん、NHK 俺。一旦聞こう。そう。で、競馬なんか俺や、あんまやったことないから。うん、俺に任せろ西村、この1万を何十倍にでもしてやるっていう、あなたの誘い水乗ったんですよ私は、うんうん、であなたはね、うん、冒頭でも喋ってたサイン競馬、うん、あなたは大好きですよ、やってるよ。で当日 NHK マイルチャンピオンシップ、その時 NHK 当時大河ドラマで鎌倉殿の13人やってるから、うん、13番だって言い出したんですよ。あったあった、あった。で、うん、たまたま僕が本当カープ好きで、うん、あの、うん、見てたんです携帯で、うん、その時にカープが13対0やったんですよ。そうで勝ってた。そうで13対0で西村ほら言ったんけお前13倍やって、うん、なって、うん、そっからゾイさんがテンション上がって、まだ発送前だったから、うん、ライブ中にお客さんちょっといいですかとかすいません皆さん、今から僕ランダムで当てるんで、うん、好きな数字言うてください、うん、2桁でも1桁でも何でもいいですって言って、うん、お客さんパッてね刺したら、その人が13って言った。言ったんですよ。そう、だいたい1桁来るやん、好きな数字言ってくださいって言ったら、でゾイさんがイエーって喜んだその手が、うん、Kさんにバーンって当たってでその Kさんが NSC13 期生だってなって、そう13期生の Kさんに手が当たったってなった。当たったってなったんですよ。西村来た、全ての統計が取れたっつって13番ジャングロだっつって、うん、ジャングロの馬だ西村お前の1番だって言って、
ゾウさん覚えてます？西村だけそうや。そう。じゃあ僕もかけますわって言って。かけますわって言って。俺らは違う馬にかけたんや。で、西村だけ13番に。違う、ゾエさんと一緒にその馬かけたの。そう、大宅が違うんか。俺と西村で、はい、俺が13番行くから西村も乗っかったんや。乗っかってくれって。西村を、で、俺のこと信じてくれって当時言ってましたよ。で、俺一番渡したの。ね。直接言ってた当時。直接言ってた当時。まだ俺らがどっちも言ってない頃かもしれん。その時に各馬もうゲートイン、うん、でタータカタータカタータタ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 って G1 の曲流れて出走バカーンってゲート開いた瞬間にゾイさんがかけた13番の馬だけが出発線勝ったんですよ。鬼出遅れ。そのジャングロって馬が全員の馬を見送ってたんですよ。意味わからん。玄関からね、はい。玄関開いて行ってらっしゃいって開始1秒で1万吸った。お前あれ、あの1万返してください。あなたなんで返さなあかんねん。ほんとにそんな信憑性もない話。こんなあサイン競馬二度と信じないと思った。あんたあったね。宮沢1秒で1万失ったの。しかもあのそれさ、あのそのレースじゃなくてその間違って前のレース見てたんだよね。で、前のレース見てたら13万が勝ってたんだよ。うん、そう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 。それで、よっしゃーってなって。ライブ中にそれ見れへんくて、うん、追っかけ再生でライブ終わった後にみんなで見たレースが13番勝ってて、よっしゃーって西村と一回喜べたら、一個前のレースやって、ほんまのレース見たら、はい、これからやってなって。バカーンって言って、その13だけ見えなかったっすもんね。各馬一斉にスタートして。カメラが各馬の方行くから。そう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 。おっと、13番ジャングルで遅れた。わあ、終わった1番あったわ、それ。あの時のユキチがすぐ。あれはすごかったな。返してください、嘘みたいな話すんな。流暢に。いけるかまへんかったら、みんなを、いざなえるって思ったんか。これね、一個だけ、もう明らかに嘘っていうワードがあったんですよ。どこがなん？これですね、NHK マイルチャンピオンシップって言ったんですけど、はい、NHK はマイルカップなんですよ。そんな作り話で、うちのこの番組の貸し主を、一斉に味方につけれると思うなよ。NHK マイルチャンピオンシップ何のレースやそれ。聞いたことのない、気持ちの悪い小刀で来よったな。こっちは大剣を振りかざしてんのに小刀で来たね。カンちゃんが何が燃えってお前に集中してたけどな。燃えってマジでお前は。ごい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 。もう創作すんのやめてくれ。サイン競馬とかさ、それらしいワード出して。もうあなたのことは信じません。怖い、怖い。お金が絡んだら信じない。あなたは本当にもうそのなんていうの、聞きやすい声と流暢な喋り方ね、もうこれで何人の人騙してきた。男女問わず。そもそも俺はね、あの嫁さんのことを嫁ちゃんって言ってる時点でお前のことなんか一切信じてへんねん。なんや嫁ちゃんって気持ち。すごい、ユニバースガースさんもそれ言ってた。言ってた。いや、嫁ちゃんっていうワード。いいでしょ、かわいいでしょ、アメちゃんみたいで。なんかそれを聞く、あの、女性のお笑いファンが、あの、作っていう、なんか魂胆が見え見えや、気持ちの悪い。え、嫁ちゃんって、かわいいって思われたいっていう。本当に嫁がいないからそう言うんですよ。あなたは。誰も信じられない。恋愛もしてない。ほっつき歩いて、金も散財して、ね。で、いろいろ、大変なこともあって。どうすんのよ、今後。金も信用もなくなって。で、スタッフさんも、そりゃ、あなたにミスを犯せるようなことさせるよ。アクシデントって起こるよ。どうすんのよ、こっから。もともとはお笑いに熱い人間でさ、大阪、京都から上京してきて、ねえ。で、もう、全部の芸人のネタ見るほど袖に集まるぐらいお笑い好きだったのに、気づいたら、急にクズみたいになっちゃった。喋りすぎやろ、お前ばっかり喋りすぎやろ。どうするんですか、あの時の熱い山添感どこ行ったんですか。悪童みたいになっちゃってねえ。何が好きにやってるよ、別にいつも通りやってるって。いや、もうあなたは今わけわかんなくなってる。何がよ、なってないよ。さらにした方がいい。あなたはさらってなんや。リセットした方がいい。借金みたいに言うな、人の芸風。借金もちょっと少なくゆったりしてる。テレビとかで普通奥言うやろ、クズ芸人って出てんやから。なんで少なく言うねん。いや、山添さんもクズじゃないよね。
だってあのこの間新しい学校のリーダーズのライブを一緒に見に行ったの、招待していただいて。そう。で、あの山添さんが仕事で遅れてきて、その前に時間があったから、うん、せっかくだから差し入れを買いに行こうと思って、うん、まあ、あの、春夏秋冬の浜中さんとかとも、こう、すっごいおしゃれな差し入れを買って、うん、で、山添さんがその後合流して、後でみんなで割ろうみたいな話して、うん、で、山添さんがちょっと1時間ぐらい時間があったから、ちょっとパチンコ売ってたわ、ちょっと買ったわ、とか言って。うん。あ、これ差し入れ買っときました、ありがとうって言って差し入れをこうやっての中に、うん、じゃあこの景品で笑ったヤクルトとデカビタこれ入れとこうみたいな感じで、ほう、山添さんプライベートでもあのキャラ崩れなくて最高だなと思ったんだけど、ほうほう、新しい学校のリーダーズのこれパフォーマンスを見てから圧倒されちゃって、ほう、これはちょっと失礼やって言ってヤクルトとデカビタこう取り除いてたひよったわけだ。ひよった。なるほど。あの圧倒されちゃって、新しい学校のリーダーズの生パフォーマンスに、うわ、だからもうそれを見た瞬間、あ、この人はもうクズじゃないんだよ。そう裏ではねすごく礼儀正しいんだよ。うん。なあ。今でもこんなにねテレビ出て、山添さんがもうそろそろお別れです。ほとんど。となんかずわずわずわ喋って何しきてんお前ら。あなたには佐久間一行さんにはなれないよ。これだけ言っとく。あなた対局の人間。もう付きまとうな俺に。なあ、付きまとわんとってくれ。あなたは。お願い、一生土管の中の人間、訴えかけんな俺に。その話し方やめてくれ。あなたは一生土管の中の人間。絵かけた。まあね、だいぶ繋いだんだけども、キョンさん絵かけた。キョンさん、はい、こいつに喋らすな、たくさん西村に。キョン、お前ろくなことないわ、西村が喋ったら勝てないのよ、西村さんに。ほんまにつら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 とよ。つら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 と。なんか独身のこととかよ、芸風のこととかよ。なんか好き放題言われて。いつもネタの相談乗ってくれてありがとうございます。黙れよお前。お前なんか滑ったらええねん。なんだなんだあのネタが2位やねん、キングオブコント。そんなわけないやろ。いや、いいコントだって言ってくれました。ありがとうございます。一番熱い男。ない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 。みんなちょボタン間違えたんちゃうかな、審査員の方。めっちゃお笑いに熱いよな、今日めちゃくちゃ。 NHK お笑い新人大賞、うん、あの取っていただいた、あの取っていただいた、取ったんですけども、もう絵描けよお前。もう時間ないぞお前。お前どうするん、マジこれ収まらんとかある。さては。いや、もう大体描けてますんで。はい、そうだよ、よかった。ちょっと西村が結婚してより一層なんか説得力みたいなもうね、こいつ手にしよったんですよ。はい、なんか、ね、包み込むようなことを俺に言い出すようになってきよったんすよ。うん、いやでもなんか可愛いよね、鼻につく。ゾエさんが可愛く思えてくるよ。いや、お前上から言うな、お前めっちゃ先輩やから俺の方は。でもほんとごめんなさい、一個上なんだやっぱりゾエさんの。ん、関係ないから。ゾエさんすいません、吉本興業高3の高2なんでやっぱり。いや高校で言うから、はい、なんかお先輩感出るけど、はいはい、いや吉本芸人の世界ないから、うん、その年齢とか。いやでもそうなんですけど、今はもうその芸人じゃなくて山添寛と西村真嗣で喋りましょうよっていう話ですよね、ゾエさん。なんか結婚したか知らんけど、別にそんなあの上とか下とかないから。上とか下とか、うん、別に楽しいやってるし。上とか下って言いました、うん、俺一回でも。は？え、俺が上って言いました？いや、なんか寂しい空気にさせたやん俺のことを、はい、うん、あんたそのままでいいのかみたいな、うん、そうやってやって一人で死んでいくのかみたいなこと言ったやろ。でも寂しいって思ったのはゾエさんでしょ。だから空気にしたかどうかは分かんないですけど、確信をついたのは自分自身でしょうよ。今日絵描けた。まだまだ。なんでまだな、お前な。お前4枚ぐらい書いてるよ、もう。多分間に合わない。頼むで。今日だけエンディング残る。何もこいつだったら勝てそうだから。でしんどい。お前もう書けやええから。はい。なあ、ということで、一旦ここでまた曲を聴いていただきましょう。もうここで一回もうお別れ。栄養見んのはどうします？エンディングで見せてもらいましょうか。エンディングで。じゃあちょっと何とか書き進めてね、今日。はい、はい、色もお願いいたします、はい。ということでコットンの2人とはここでお別れでございます、はい、僕を信じてください。結局誰のものになったのか皆さんでちょっとぜひね、あのツイートしてください。僕でしょ、本当に。あのトータル聞いてね、あの口調とか、あの攻め方とか、はい、あの人をこの下げすみ方とか、下げすんだよ、ね、あの
気持ち悪い声質とか、ね、いろいろ要素が出てたはずです。関係ないでしょ。お願いします、はい。お知らせありますか、コットンから。まあ、定期ライブですけども、あさって、わらむげというライブが。無限大ホール。無限大レギュラーライブがあります。それ、コットン出演するということで。はい、出演させてもらいます。ぜひ、これ、キョンがこう言うってことは、ほんまにコットン出ると思います。僕を信じてください。ちょっと待ってください。あ、なんかしっくりくるな。ということで、コットンの二人ありがとうございました。はい、ここで一曲聴いていただきましょう。バックストリートボーイズで、Shape of My Heart。山添寛の桜橋919愛席スタート山添寛の桜橋919そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャの方では番組終了後にアフタートークもございます。皆さんからのコメント等を読ませていただいたり今日のスペシャルウィークの感想がメインになるかと思いますので皆さんぜひそちらの方もご参加ください、はい、ということで、どうでしょうキョンさん、はい、このスペシャルウィーク丸2時間の間で、まあ、後半1時間ですけれども、はい、キョンにライブペインティングとして、はい、この山添桜橋919の繁栄を願って書いてくださいましたキョン画伯の作品、はいはい、お時間どうでしょうかね。ちょっと間に合いませんでしたうせやお前めっちゃ時間あったじゃねえかよお前な。なんか何枚もやり直してたやん、うん、そうなんですよ。この左利きでちょっとクレヨンを使ったのが久しぶりで、うん、これあのね3枚ぐらいもちょっと書かせてもらったんですけども、うん、ちょっと1枚目はちょっと結構真っ黒になっちゃって、うん、ゾエさんの大切な顔が、うん、じゃあちょっと今の現段階のやつ、はい、その後完成形まではちょっと仕上げたらええ仕上げていただいてで、はい、現段階のやつはちょっとミクチャの画面にしていただいてもいいですか、はい、あの正面のカメラに見えるように。はいはい、まあ、山添桜橋ラジオがねあの最高の桜が、うん咲きますように。こういう形で、やらせていただきました。で、じゃあ、俺の方のカメラにもアップになると思う。そうそうそう。これ、こっち、こっち、今日の、今日のこっち。そうそうそう。はい、ちょっと引いた方がいいんじゃない?はいはい。すごいいいですね。わー、なんかすごいね。めっちゃ華やかで。めっちゃ、いいなぁ。綺麗なセンター分けで、大きい口。すごいっすか?ゾエさんもほらもうみんな拍手してる。いやもっとさ、ゾエさんいじった方がいいってこれ絶対。だって見てください、メガネのつるの部分耳の中に入ってきた。耳の穴の中に。だからこれは味がある。どこがな？これはやっぱこの桜橋ラジオがずっと続きますように。うん、であのゾエさんは、はいはい、この桜橋ラジオでメガネをかけるじゃないですか。はい。もうこのメガネも、うん、もう耳の中に埋めるんだという気持ち。だからずっと続くんだ永久に不滅ですってことです。うわーいいメッセージ入ってる。ありがとうございます。耳にも。ずっと入れとくぞっていう。囚人なんです。囚人なんです。すごい。拍手喝采。マジで、オラウータンの拍手の仕方してる。やっぱ、やっぱ。最大限の拍手。はい、最大限の拍手。すごい。絵の話もしたから、ゾイさんがどっかとかで絵の話もしたから、スタッフさんもこれ、入り込んじゃって。こんな。すごいな、お前。誰も傷つけないように。ちょっと腐してほしいもんな。もう、だってリスナーたちももう、拍手喝采と、T シャツにしようと。腐してほしいのよ、さ。飛行中のコーヒー。もうめんどくさいので、ボクシンはキョンさんのものでいいです。私が今日から。確かに。やらせてもらいます。確かに。なんとかちょっと、時間あれですけど、今日納得いくまでなんか色だけでもやっていただければ。わかりました。はい。最高な絵をプレゼントいただきありがとうございます。はい、もう幸あれってことで。ということで、スペシャルウィーク、コットンの二人に来てもらいました。なんか、どうでした?初の山添桜橋919は。そうですね、まあ、うん、10秒でまとめて。前半不安だったんですけど、うん、まあ後半、ゾウさん調子良くなってきてよかったです。はい。はい。まあ次はもっと僕喋りたいです。純粋に。そうやね。はい。またぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。楽しい時間ありがとうございました。コットンの二人でした。ありがとうございました。皆さん、来週も僕を信じてください。ありがとうございました。最後までゾウさんのものになっちゃった。